こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーを始めていきましょう。はい、今回は11位函館ペンタゴン戦です。成績を見てみましょう。順位表です。こちら今9位です。前回、佐世保ドックスに、6対0で大勝いたしました。なのでこれで6勝10敗3引き分けとなりまして、10位から9位に上がりました。で、今回対戦します函館ペンタゴンとは勝ち点が9点差、いわば3ゲーム差と考えていいですね、野球で言うと。で、残りが全22試合なんで、残りが3試合。ということは、この試合、函館ペンタゴンに引き分け以上ですと、入れ替え戦もなくなりまして、残留が決定いたします。なので、これはもう絶対、勝ちに行きます。この試合勝ったら、まあ、育てる、ことに力を入れるんですが、とりあえずここはもう絶対勝つということで、試合挑みたいと思います。スタメンです。オーソドックスは 4-4-2 フォーメーションです。やっぱり 3-5-2 とか試しましたが、結局ここに戻ってくるのかなと思います。緑くるみのツートップはもう変えられない。で、幸子は疲れてるんでまだこれは出せない。学びとさえを交換するかな。でもサツキもいいんですよね。真ん中と入れ替えるか。でもサイドが結構バカにならないんだよな。サツキとミオを入れ替えましょう。守備をどうするかだけど、羽生田いいですね。羽生田を勝つために羽生田に入れ替えてもいいかも。でもまあ似たようなもんですしね。このままで行こうかな。萌と、引き分けならいいんで守備をちょっと多くしていきましょう。ユーナとエリカだったらエリカの方ですね。裏返羽生田もいい選手なんですけどね。まあでも本当に成長というか伸びたなぁと感じます。もうちょっと下げてもいいかも。ワントップですね。とりあえず点を与えないということを目標にいきましょう。ダントツの勝率ですね。まあホームということもありますからね。これは本当にホームのお客様の見る前で残留を決めたいところです。さあキックオフです。まだまだパラメーター的には見劣りますからね。お、ナイス。まだまだ、下の方なんで、緑行け。あー。さあ、綾香が拾います。窓かえ。いいですね、相手を動かしてる。さーっと届かない。必死に守りを固めようとしますが、これは、裏めった。さあ、緑渡ったぞ。緑、ナイス。さあ、センタリング。
深川守りはしっかりノーホイッスルだ。くるみん、あーっと、バーに嫌われた。さあ、ここは気をつけないと。あーっと、やばい、危ない。おー、今のは危なかった。おっと、これはちょっとやばいぞ。細田、守備がいない、なんで。嘘。さちょっと不可解ですよね。嘘だろ。まあ相手もあの S がの力が多いですからね。さあ揺さぶりをかけます。マドカ、これはちょっと遠かないか。さあ取れ、ボールを取れればいいんですけどね。ここで負けた響くが、まあ必死です、函館メンターも。おっと、縦パス、これは通らない。まだまだ力をつけないといけないっていうのも事実ですよね。うまい、マドカ、ナイス。さあラストチャンスかな。さあとくおーっと緑渡ったが、緑もう一回、やった、同点。強烈ミドル、ロングに近いミドルですよね。マドカがこう縦に来て、緑がここはキーパーパンチングで防いだものの、もう一回緑が。ここで前半終了です。まだ交代には早いな。片方が飛び込んでくる可能性もありますよね。ちょっとラインを下げましょうか、さらに。それでも攻撃的で、行く縛りは変わりません。カップ戦は別にして、これでいきたいなと思ってます。さあ、緑、あーっと、流れた。これは出ます。さあ、いろいろあって彩香に渡りまして、逆サイド、おーっと、捉えてしまった愛子に。おー、これは気をつけろ。あーっと、危ない、危ない。今度はこちらが救われました。ファールか。さあそろそろ交代の時期ですね。交代も早く行きたいと思います。さよかな。そしてみゆきを裏側に変えましょう。ここはミオを反対サイドへ持っていきます。おっと、交代は成立しない。さあくるみと飛び込むが、ちょっとこれ遅い。ん？ファールですね。これはどっちのファールだ。ああ、残念。こちら側のファールでした。ライスマナミ。さ、落ち着いて、焦らずに。さあ、逆サイド。彩香から、緑、入った！勝ち越し！緑が頑張ってくれます。緑か、一度逆サイドに。で、彩香が、この長いセンタリング、緑がヘディングで鮮やかに決めました。2点目です。さあ、残り20分。同点でした。
勝ち、同点でした。残留決定ですが。おっと、緑、あー、残念。できれば勝ちたい。やっぱり、下の2チームには勝っておきたいですよね。実際、前回の対戦では勝ってますからね。さあ、この、マンマークというか、うんと、危ない。うーんと、ひよいに捉えすぎだよ。おっと、また、これ、運があります。2回もバーに助けられました。ん?なあこ。さあ、さよ。すぐにキープ。ミロリ3点目、ハットトリックです。決定的でしょう、これはもう。そのバーに救われた直後。緑が鮮やかに決めました。鮮やかにばっかり言ってるな。さあ、これでもう楽に見れます。まあ、2点返される可能性は低いですし。ナーコが取りました。さあ、やりました。試合終了。さあ、クルミが出ていくんですが、これはバーに。しかし、このバーが後でチームを救うことになります。先制されます。これ、あまりにも守備の位置の不用意さが目立つ。まあ、でも監督の責任ですからね。攻撃したいって、した。さあ、緑。これですよ。すぐカバーして、ミドルシュート。鋭い弾丸が相手のゴールに飛び込みました。さあ、1回目のポストですね。ノエル、本当に危なかった。さあ、勝ち越しの、これが決勝点です。これは早い、緑。守備も結構戻ってきたんですけどね、相手側の。その間を縫って、スーパープレイです。さあ、くるみが抜け出すんですが、これはチャンスだったんですが、これは高かった。そして、相手が、これは危なかった。そして、これですよ。完全にあの隙を突かれて、守備がいなくなってしまった。ですか、ここは。大変です。救われました。これはすごい。ハットトリックを決めたシュートです。作用がすぐに返して、緑が。この辺はもう、確率です。この辺は神がかってますよね。枠内3本全部決めてるんですよね。ご覧の通り、勝ちましたね。やっぱり、落としてはいけない試合を確実にものにするというのが非常に大事です。はい。広告を見まして、課題を6つもいただきました。非常に、これは助かります。さあ、これで、9位のままではありますが、函館ペンタゴンとは12点差。ということで、残り2試合なんで、函館ペンタゴンもこれで入れ替え戦決定ですね。まだ6位に上がるチャンスはあるのか。まあ自力ではもう6位はないですけどね。残り2試合で2連勝しても9勝10敗。
5割は超えませんから。得点もなかなかですよね。失点は多いけど、得点力はあるチームであったっていうのは分かります。やりました。残留決定です。さあ、いよいよ2回戦ですね。こちらの試合も、確実に エルドワード欧州にチャレンジいたします。公式戦見てても、1回目が1対3で負けてます。2回目を1対4、非常に辛い。結果になってますよね。同点に追いついたんですが、最後引き離されたという展開でした。ゴール数も緑が14、一気に上がってきましたね。アシスト数は決定的なアシスト選手はいないんですが、まあみんなでつなぐっていう感じですね。さあ、これが日本代表です。マドカが選ばれております。今年の成績、ゴールも4つ決めてますからね。バックアップなのにシュート4本決めてんのか。怪我ではありますが、これ追加招集かかるかもしれないよな。この辺無敵とかすごいですよね。白鳥、あ、海外に行ってるのか。結構海外のクラブに行ってる選手が多いのが分かります。これをいい糧としてほしいとこです。はい、というわけで、見事函館ペンタゴンに勝ちまして、今年の N1 残留を決定いたしました。パチ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 。というわけで、次は、ジャパンカップ2回戦です。エルドラド欧州はやっぱり2連敗してますからね、強いです。それでもベストメンバーで、きっちりぶつかっていきたいと思います。勝てればいい、勝ちたいです。なんとしても。はい。以上、本日のカルチョビットアーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。動画をお持ちの方などは、何人目で登録していただいたかなど書いていただければ、はい、いいことあるかもしれません。また、この動画の最後の20秒で関連動画プレイリストを表示されます。お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。